魔法の股関節腹筋を紹介。その魔法とは屈伸をするだけ。食後に股関節を動かすと下腹がへこみ、便秘改善、腰痛解消、血糖値の上昇を抑え、脂肪の蓄積をガード、血流やリンパの流れも良くなり代謝も上がるんです。ゆっくりでいいのでタートルと一緒にやってみよう。まずは後ろに手をついた状態で交互に膝をゆっくり曲げていきましょう。お腹を引っ込めながら足をゆっくり曲げてください。まずはゆっくり骨盤を起こす感じ。あとお腹をね、引っ込めながら足を抱えるっていう感じ。ちょっと感覚をつかんでみてください。やっぱりお腹が引っ込んでないとね、足が引き寄せにくいと思いますんで、息を吐きながら引き寄せましょう。はい、OK です。次はね、足をちょっと開きましょう。このまま内側にゆっくり股関節を倒してみてください。反対の足がね、難しい場合は両方倒してみてください。ゆっくり両方足を倒します。できそうな人は片足止めて反対だけ内側に押してみてください。これもお腹をね、しっかり引っ込めとかないと動かしにくいと思います。やっぱ体がね、こう反れてやらないように、ちょっと腰を丸めるイメージですね。はい、いいですよ。この状態で今度は足をね、回していきます。ちょっと抱えたら外側に回します。息を吐きながらゆっくり股関節をね、ちょっと動かしてみてください。どっちかね、痛いよっていう人も結構多いんですけど、まあ、あんまり無理しないようにね、慣れてくるとね、スムーズになりますから、お腹を引っ込めて、腰を丸めて、ゆっくりゆっくりやっていきましょう。この膝を抱えるときにね、自然と腰がね、丸くなる。それがすごくいいですね。はい、OK。で、今度はね、手をつかないようにちょっとだけ膝を曲げて戻していきます。できるだけね、体は胸を張ってください。膝を抱えるのは少しでいいです。お腹をやっぱり引っ込めとかないと足すごくね、抱えにくいと思います。できるだけこのお尻のね、前の方で座っとくイメージ。そうすると骨盤がすごく起き上がってお腹がへこむ姿勢が作れますからね。あんまり丸くならないようにですね。結構難しいですよね、これね。 OK。 この腰がね、結構難しいと思います。結構これをね、前に持っていかんといけんので、この今度はこれをね、前後ろ、ちょっと膝がね、曲がってもいいです。こういうイメージ、胸を張ってね、こういうちょっとだけお尻を前に出しながら、ちょっとだけ膝を曲げてみてください。結構これが難しいですよね。この腰がですね、もう太ももの付け根とお尻の境ぐらいでね、座っとくぐらい、これがちょうどいい骨盤の位置になってますからね。これ結構むずいんですよね。よし、オッケー。で、今度は足を開きましょう。このまま胸を張って力を抜く。胸を張って抜く。お腹を引っ張っていきましょう。ぐーっとお腹を引っ張って腰を丸める。お腹を引っ張って引っ込めたまま腰を丸める。この下っ腹っていうのはね、腹筋の硬さ、柔らかさ、そして腰のね、硬さ、柔らかさがバランス取れてピタッとこうね、引っ込んできますから。よし、 OK。 じゃ今度は足をね、閉じてみてもらって、今の感じでできるだけちょっと前にね、座るイメージで、これで両足をちょっと動かしてみてください。こういう感じで
ちょっと床がね、滑らないとちょっと難しいと思うんですけど、やっぱこうやって足上げるのは結構きついんで、ちょっと滑らすイメージで、かかとちょっと引き寄せてみてください。で、上半身はできるだけ前。太ももとお尻の境ぐらいで座っておくイメージ。これ今すごくね、下腹がうまく使えて、股関節腹筋ができてますから。OK。じゃ今度今のこの作った状態で、足をちょっと上げてね、交互に、ちょっと引き寄せてみましょう。ちょっと難しくなってきます。股関節から足を引き寄せるイメージ。腰ができるだけ丸くならないように胸を張って、ちょっと難しかったらね、手を床ついてね、ちょっとお尻持ち上げておくイメージすると、ちょっとやりやすくなります。こういうイメージ。これで股関節のね、腹筋ができてますからね。お腹をずっと引っ込めたまんま。あーし、オッケー。で、今度後ろにね、ちょっと肘ついてみましょう。これね、両足を抱えて、伸ばして。難しかったらね、滑らす感じです、こうやって。滑らす感じでもいいし、できれば持ち上げて落とす。この時に腰を床にしっかりね、つけてください。腰が床につかない場合は、ちょっと手をね、肘を開いてもらって、しっかり腰がね、床につくように。これで骨盤を起こす練習ができてますから、下腹をね、すごい使えてます。よし、オッケー。はい、今度はこのまま、交互にゆっくり足を抱えていきましょう。足抱えるときは腰をね、床にピタッとこうつけてください。ゆっくりマイペースでいいですからね。やっぱりね、最後までやる達成感がね、やっぱり大事。途中でやめてしまうとね、なんかこうモヤモヤが残っちゃうんでね、途中止めながらでもね、やっぱりやり始めたんならもう最後まで頑張ってやるっていうのが大事ですかね。いいですよ。よし、オッケー。じゃあ今度はここで足踏みをしましょう。この膝を曲げた状態か、腰を床につけながら足を抱えましょう。浮いた腰を丸めながら足を抱えていく。これで下腹が使える股関節腹筋ができてます。ちょっと位置がね、上に上がりすぎたかな、この辺かな。息を吐きながら、あとちょっとですよ、あと少し。よーし、 OK。 で、今度は膝をね、パカッと開きましょう。このままね、肘をついてパタ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 動かします。これもね、やっぱりこの腰がね、浮いてるとお腹の力が抜けちゃってるんで、腰を下につけ、たまに下にね、こうつけてみてください。そしたらお腹に力がね、入りますから、パタパタしながら、たまに腰をペタペタ、こんな感じ。このペタッとつけた感じがね、お腹の奥まで力が入ってる状態です。よーし、オッケー。じゃあもう一回座ってみましょう。はい、しっかり前に座ってね。これでもう一回ね、足踏みをちょっと速いペースで動かしてみましょう。一個ずつね、ちょっと前にね、かがんでいくイメージ。胸を張ったまま。グッと。これで体とももがぶつかるときに、下腹にグッと力が入ってますから、グーッと、この股関節からしっかりかがむってイメージですね。そうです、そうです。はい、OK。
皆さんよくできました。この動画はね、食後がおすすめなんですが、1日1回どっかでやってもいいと思います。頑張って続けてみてください。やってみた人はね、できたよ、難しかったなと自分の体の状態記録として残すためにコメントしてください。ちょっと待って、現在期間限定で説明欄から LINE 公式を追加すると、悩み別動画20本、筋トレ習慣マスター講座13カリキュラム、反り腰解消美脚講座18カリキュラム、2ヶ月でマイナス8キロ痩せた方法、運動の原理原則の教科書、部位別1週間プログラム、この全てをプレゼントしています。説明欄のリンクをチェック。